こんにちは。こんにちは。やばい、アイドルのことがバレちゃう。イエーイ。こんにちは。めっちゃお昼。あ、超お昼時間、お昼時ですね。時間見ずに始めた。もうちょっとさ、上にしたいな。上にできそう。ちょっと待っててください。じゃんじゃんします。こんにちは。難しいな。あ、来た。こんにちは。ね、お昼、超お昼、イエーイ。今日はですね、絶賛朝からロケをしておりまして、で今中空きが発生して、そうテレビ局に戻ってきたのでちょっとショールームしようかなと いう感じです。そう、これ夏服、今日はね、テレビ派の、ひろてるさんのテレビ派のご飯を STU48 の旅の JUJU つなぎでお店を紹介していただいて、ご飯食べるっていうロケをしてるので、絶賛 お腹いっぱい、お腹いっぱいでございます。なので、お昼ご飯時間の皆さん、てかみんなそうですよね、多分。ご飯食べてください。ホルモン美味しそうだった。そう、前回がね、の放送でホルモンを食べまして、九牛さんで美味しかった。夏服かわいいよね。私冬服の上着ありバージョンも好きですけど、夏服の方が好きです。お昼ご飯までもう少し仕事。そうですよね。学校とかでもさ、12時40分とか、そんぐらいにあれですもんね。ね、この衣装かわいいよね。今日久々にストレートオルシンしました。私何かと巻くことが多いんですけど、制服着てるとアイドルオーナーすごい。そうですよ、アイドルですからね。地本のが昼に配信 そう、昼に配信してみました。私がお昼時に配信するなんて。ご飯のお供に見てください。今日の天気は、広島は
大晴れ晴れまくり。1日で生分大体3個取るので、そう3店舗行くかなって感じです。そう、チラ見されたマネージャーさんに、昨日土砂降りだったね。そうなんですよ、昨日広島晴れてたんですけど急に雨降ってきて、しかもめっちゃブワーみたいな、もうバケツドシャーみたいな、で雷もそうすごくて、びっくりしました。そうゲリラ豪雨、それ広島でもねあるんですね。なんか沖縄とかにあるイメージ。私はその時室内にいたので影響は受けなかったんですけど、そう今日暑いですよ、日焼け止めめっちゃ振りまいた。笑顔のチャンスが今年の曲で一番好き。うん、嬉しい。笑顔になれるチャンスさ。え、関東はゲリラ豪雨中。マジ？気をつけて。今東京30度。マジか。なんてこと。そう、前髪変わったの。前髪変わったというか。ちょっと前なんだけど分けなくなりましたね。そう、東京暑い、みんな頑張ってね。おでこ出し好きだけど今の前髪が可愛い。そうずっとね、なんかいろんな人に言われる、前髪ある方が好きって。うん、アイショールームのアイシャまだ変わっとらんの。髪はどこまで伸ばすん？もう極限の極地まで伸ばすつもりですよ。でもほんまに伸びたよね。なんか今日メイクさんに会うたんびに髪伸びとるって言われた。え？ただナルドさん、温泉？これメロン？え？あ、メロンじゃないか。普通にパンダが温泉入ってるやつ。ありがとうございます、ナルドさん。温泉タワーポーズ、温泉タワーポーズ、あ、温泉タワーありがとう、ナルドさんありがとうございます。嬉しい。最長ってどこまで伸ばしたことある？今も結構長いんですけど、プラス10センチぐらい？そんなないかな？プラス5センチぐらいが多分過去一長いぐらいかも、人生だと。そう、でももうちょい伸ばしたい。超気分嫌なんですぐ切りたくなるから分かんないけど、このまま気分変わらんかったらこんぐらい、この肋骨、肋骨だっけ、うん、そう、おへ
さんまではねちょっと長いかも、長すぎるかも。そう、ツイン振り回せるぐらい。そうね、お仕事のメイクも変わった。え、なんかメイク変えてないんだけどさ、今日もさっきスタッフさんになんか今日メイク違うみたいな、なんか雰囲気違うって言われました。メイク、あ、でも最近マスカラを黒にするのにハマっとる。もうずっと茶色派だったんですよ。もう目元のメイクはもう全部茶色って思ってたんですけど、そう最近ね黒使ってみたらいいやんってなったけん、黒、最近黒。そう、でも茶色歴めっちゃ長かったんですよ。もう4、5年は茶色使ってて。そうなの。うん、まつげ鬼ギャンギャンあげたけんね。みんな仕事の合間ですか？え、社会人の人のさ仕事休憩はさ何時から？12時から？12時から1時。へえ。ね、昼休憩。え、みんなさあのさ小学生の時にさ2時間目と3時間目の間の休憩ってなんて呼んでました？なんかこれさ昨日 TikTok 見よったらさ、なんか地域によって違うらしい。20分休み、20分休憩、中休憩、20分休憩、中休憩、中間休み。ちょ早くて読めん。行間、行間かっこいい。中休み、午前休憩、中休み、行間、20分休憩。そう、広島はね大休憩っていうの。どっちもオール休憩。それ人によるやろ。そう大休憩っていうの。でも20分とかだった気がする。2時間目と3時間目の間が大休憩で、でご飯食べた後の休憩が昼休憩。20分で大難ね。そうなんよ、びっくりした。でもそのさ20分の間でもさもうがっつり外行ってさドッジボールしたりブランコしたりなんか一輪車したりしてたから、なんか元気でしたよね。なんか私の小学校はドッジボールするところまで行くのに校舎からまあ5分ぐらいかかるんですよ。じゃけんさ行き帰りでもう5分じゃないですか。だからもう10分ドッジボールするために気合でガチ勢だよね。
クティブでしたよ。小5とかぐらいからはもうがクラス教室で女の子って感じだったけど、小4とかまではもう、うん、ふっかるだったよめっちゃ外行って遊びよった。懐かしい。そう、小学校大きかったんよ、めっちゃなんか敷地が、なんか小学校遊具もめっちゃ大きいやんって思っとったんよ、その時。でもさ、久々に小学校の方歩き寄ったらなんかめっちゃ ちっちゃく感じて、成長って感じ、人間って感じ。でもグラウンドはめっちゃ大きい。なんかもう1個のグラウンドで同時に野球とサッカーとバスケと陸上ができる、うん、あとあれよ、何回なあれ、鉄棒、鉄棒がえぐいぐらいある。マジ50個ぐらいあるんじゃないってぐらい持ったかも。でも30個ぐらいはあった気がする、あの記憶が。楽しかったらマジであった。そう、そう、30個は本当。そう、じゃけんさ、授業で鉄棒の授業あるじゃん、もうそんなに待たずにできる。できますよ、逆上がり。でもあの回るやつはできん、できたことない。あれできる人マジですごいよね。あれどういう人ができるんやろ。腹筋、うん、そう、田舎ならではの大きい学校でしたね。大車輪って言うんだっけ、聞いたことない。あ、お腹いっぱいだから睡魔が。うん、まだまだ食べますよ、お腹空かせなきゃ。口開けてあくびせんようにしとったのに、ショールームで口開いてしまった、うん、食べるロケでもお弁当ある。このロケはないけど、ある時はあります。そう、そらそうだ。あの昔行ってた STU のさ、セドリップみんな覚えてる？何年か前にヒロテレさんで会ったセドリップは
なんか食べるロケって感じじゃないんだけど、何全部が全部なんか観光地とかも行きつつご飯も食べるみたいな感じで、でご飯休憩あって、そう宮脇さんご飯休憩あって、そのスタッフさんとかが食べるご飯休憩の時にどっかしらのラーメン屋さんとか入るんですよ、ご飯屋さんに。で普通に食べてましたねそうロケで食べて、お昼も食べて、その後も食べるって感じだったね。そう、最近さマジでさ牡蠣が食べたすぎてやばい。もう TikTok でずっと牡蠣が流れてくるんですよ。牡蠣見すぎて昨日とか3個連続牡蠣の食べ放題のTikTok が回ってきて、もうやめてくれよと思った。牡蠣大好き。マジで TikTok ってすごい優秀、ちゃんと見てるやつを流してくる、おすすめにそう、最近広島の美味しいご飯屋さんを TikTok でいろいろ調べてるんですよ。だからもう行きたいお店がいっぱいある。今ねなんか最近はマジで海鮮の気分で、なんかねお刺身食べ放題みたいなところがあってね、めっちゃ行きたいの今そこに。 YouTube もそんな感じ。そうあのね名前だけは聞いたことあって、でもずっと見たことなかった、あの気まぐれクックさん、わかります？みんな気まぐれクックさんっていう YouTuber の方がいらっしゃるんですけど、なんか海鮮系をさばいて食べるみたいな、もうその方のまだあんまり見たことないんですけど何個かしか、その時に大きいホタテ料理みたいな感じでめっちゃ美味しそうやった。なんかホタテの丼作るので、もうねえぐいの。まずねご飯にお酢かけて、でめっちゃいいウニをね、もう大きいウニのさもう箱に入ってるようなウニの半分ぐらい入れて、でウニとご飯混ぜてリゾットみたいにして、その上にあの焼いたホタテとか生のホタテとか置いてるの、もうさもう間違いないやん。しかも超贅沢なの、ウニがさウニ乗せるだけでもうそれで丼完成するのに、乗せる系じゃなくて混ぜてウニご飯みたいにするの、もうやばい、もう弟子入りしたい、マジで美味しそう。なんかさずっとあの肉か魚で言ったら肉派だったんですよ。肉派だったんですけど、なんか最近ね海鮮がめっちゃ来てるね。大人になったかも味覚がそう魚美味しい、生魚ね大人って感じじゃないですか、なんか知らんけど。焼き魚はあんま食べない。でもコンビニのなんかコンビニご飯を食べるときとかは焼き魚食べたりします。ホッケが好き。なんかむずいけど骨いっぱいあって、ホッケが好きですね。
もうお刺身が好き、一番サーモンが一番好きです。なんか最近家で刺身の盛り合わせみたいなやつ買って食べたんですよ。なんか4種類ぐらい入っとったやつ、サーモン、マグロ、ハマチ、タイが入ってたんですけど、一番やっぱサーモンだなって思いましたね。え、サーモンってマジすごくないですか？なんであんなさピンクになるん？ピンクになるのすごくない？超すごいんだけど。みんな何が一番好き？お刺身。サーモン、マグロ、ハマチ、タイ、タイ、ブリ、イクラ、エンガワ、イカ、ブリ、ハマチ、マグロ、イクラ。え、結構タイとかハマチが人気高いね。え、私もね、あのさ、お刺身とかだったらサーモンが好きだけど、あのネギトロがねめっちゃ好きです。なんか子供って感じ。ネギトロ好き。ネギトロマジ美味しいよね。コーン軍艦、あ、子供、コーン軍艦食べたことない。ネギトロマジで美味しいよね。なんであんな美味しい。え、ウニも大好き。あとアナゴ。じゃあ回るお寿司とか行くの？え、ガンガンに行きますよ。めちゃくちゃ行くよ。回転寿司は7皿、8皿ぐらいじゃないかな。とポテトと、私回転寿司のポテトってさ、なんであんな美味しいんやろね。めちゃくちゃ美味しくない？回転寿司のポテト大好き。もちさくポテトと、あとお味噌汁、あと天ぷらも好き。虫は日によるかな。軟骨の唐揚げ大好き。そう、結婚前にふーちゃんと言ってた気がする。ふーちゃんとめちゃくちゃ言ってましたね。あれ、ふーちゃんとかな。え、ふーちゃんとだ。ふーちゃんと回転寿司はしごしたんですよ。最初に違う回転寿司屋さん行って、でその後にでももうちょっと種類があるとこも行きたいねってなって、近くの回転寿司屋さんにまた行きました。すごいよね。ふーちゃんとめっちゃ言ってた気がする。
確かにね、なかなかないよね、回転寿司のはしご。ウケる。毎週のようにお寿司か焼肉行ってた記憶そんなに行ってた？覚えてないけど、いっぱい行ってたね。ふーちゃんとね、もうね、多分3ヶ月ぐらい会ってない。ふーちゃん不足すぎて死にそう。うん。外食何が一番多い？え、麺類じゃない？麺。でも最近全然外食してない。うん。そう。自炊というか、なんか自炊という自炊じゃないですけど、でも家で食べることが多いかな。あとお仕事の時のお弁当とか。なんていうの、包丁は全く使わないけど、お皿洗いはほぼ毎日してるって感じ。伝わる？この一応キッチンには立ってるけど作ってはないみたいな茹でたとかかけたとか、茹でてかけたみたいな。そう、茹でてかけたとか、チンしてかけたとか、そういうの。あの、私の大好きな、私結構味覚ちょっとあれれっていうの言われることはあるんですけど、で米で、私はオートミールでやるんですけど、最近ちょこちょこたまに。お米でもいい。なんかお米にまず、私はこれは家に何もない時に食べる食べ方なんですけど、コロナ禍の時は毎日これ食べてた。最近久々に食べたんですよ、これ。お米にネギを、あのみじん切りにしたネギをかけて、多めに。でお酢を結構かけるんですよ、もうガバガバって。お酢いっぱいかけて、ラー油かけて、あ、ごま油かけて、で胡椒かけて混ぜるの。そしたらネギご飯これマジで美味しいの、私大好き。もう狂ったように食べてました、これこれ本当に美味しい。なんか、あ、そうそうそう、餃子のタレ、てかもう餃子のタレって感じ。餃子のタレをご飯にかけたみたいな味です。私あのタレが本当に好きなんですよ、もう本当に好きで。でコロナ禍の時さ、その一生家にいたじゃん。で実家だから、お昼はね自分で作るというか、そういうのだったんですよ。お母さんとかも仕事行ってるから、だからずっとそれ食べてました。それとおかずなんかあるの食べてみたいな。私お酢が好きなんですよね。
もうこれを食べ過ぎてお酢、そのご飯だけじゃなくていろんなのにお酢をかけてたんですよ。その時期はもうピークにお酢が好きで、でもなんかベロが変なくなっちゃって、なんか炎症が起きました。だからみんなお酢には気をつけてください。でもお酢って絶対いいよね、なんか健康だよね。そう、ヒリヒリした。みちはまだ飲んでる？え、めちゃくちゃ飲んでる。本当につい最近みちょザクロ味4本実家から、実家帰った時じゃないね、実家帰った時よりもっと前、お母さんとご飯行った時、あれ違うか、あ実家行った時かに持って帰って、でもねなくなったの何日か前に。だから今みちょなし、今家にみちょがないからもう生きた心地がしない。みちょ本当に美味しい、大好き。うん、そう炭酸水で割って飲む。だから今ね、何もみちょが切れちゃったからね、あの炭酸水だけで飲んでる。でもね炭酸水もねなくなりそうやけんね、もうあのやばいやばい。みちょはお酒で割って飲んでる人もおるよね。そう、なんかねみちょのパッケージにビールと割って飲んだら美味しいってね書いてあるの。そんな公式がさ掲げるぐらいやけんさ、なんか牛乳炭酸水ビールが書いてあるんですよ。で私牛乳もよく飲んでて、実家いる時めっちゃ美味しいの。めっちゃけんビールもう美味しいんだろうなと思うけど、ビール自体がそもそも飲めないのでやったことないけど、でものね挑戦してみたい。みんなやってみて。牛乳固まりそうやな。そうなんかね固まるけど混ぜながら飲んだらねいい感じ。え超美味しいよ牛乳、超おすすめ。来月からスイパラとコラボやね。え、そうよ、なんで知っとん。もう出た。お、上野に行きます。嬉しい。そう、さっき発表あった、ツイートしてた、ほんま。そう、東京と広島である。上野が東京で、広島はあのパルコの地下1階のみんなのスイパラでやります。超嬉しい、スイパラ大好き。まだねメニューは出てないよね多分。私のメニューは結構賛否両論な気がする。でもね苦手って人もね、私ファンの方は絶対食べてくださいそう、超楽しみなんだけど。いや、好きな人は超好きだよ。いや、なんて言うんだろう、好きな人は好きだけど苦手な人もいるねって感じ。わかるんじゃない？私の好きな食べ物です。そう、メニューね考えたので。
みんなお楽しみに。いや、私のスイーツ系です。マジ48グループ全体でこの時間一人だけ、すごい激レアさん。この時間一人だけなんだ。この時間いそうですけどね、なんかお昼時って、なんか11時とか3時とか2時とかよりはこの時間いそうなのに、いないんだ。やった。あ、そうだよね、みんなお仕事ですもんね。でも今日金曜日でしょ。皆さん平日お疲れ様でした。えらいね。今日は8時起きでした。なんか最近朝めっちゃ早いみたいなのがなかったから8時早く感じる。何時に寝たっけ、覚えてないな。2時とかかな。最近ずっとね、デスノート見てる。面白い。昨日も1時に寝るのが目標だったんですよ。12時過ぎにお風呂入って、あ、漫画です。なんか中学生の時に、あ、小学生かな、中学生どっちかの時に漫画集めてたんですよ、何巻かまで。でも途中でなんか怖すぎてリタイアしちゃって。可愛いよねだからびっくりしました。デスノート読んでて、言っていい、言っていいか、 L が途中で死んだから、L 死んだんだけどと思って、で、でもなんだかんだ生きとんかなと思ったらガチで死んでるから、嘘やろと思って、もう終わったやんと思ったから、ね、違った。超びっくりした。結構13巻あるんですけど、7巻8巻ぐらいでエルがキラにやられて、あれキラにやられたんかいね最近読んだのにもう忘れた。そう、ニアとメロが出てきた。もう全部読んだの？いや、まだね、今10巻ぐらいな気がする。てかミサミサって金髪なんだね。なんかさ、勝手にさ、戸田恵梨香さんのイメージで黒髪のイメージだったから、おお金髪だってなりました。戸田恵梨香さんのミサミサやばくないですか。もう
この世にこんなに可愛い生き物がいるのかって感じじゃないですか、マジで。めっちゃ可愛いですよね。へえ、アニメと漫画の終わり方違う。見たい、アニメも見たい。終わり方すごかったな。へえ、楽しみ。ネタバレしないでね。久々。これ愛みたい。片っぽだけだったら。こっちね、耳かきしてるからね。天才的なアイドル様。ふふ。今日何食べた？好きなもの。遊びに行くなら。行くの。そろそろ終わります。何も食べてない、それは内緒。ランキング読みます。20位ムムさん、19位フジヤンさん、18位ジムジムさん、17位ドーグラスさん、16位ウマヒトスジさん、15位ラーラーさん、14位モヤ太郎さん、13位フークロさん、12位ハヤリンゴさん、11位アッキンサラ大好きマンさん、10位ロッサさん、9位キシモタクシーさん、8位チンピラさん、7位アポロンさん、ラッキーセブン、6位渡辺さん、5位おいでます元気さん、4位おりちゃんさん、3位つりけんさん、すりすり、2位つねちゃんさん、つつ、そしてそして第1位はピュー、ヒュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう。じゃあスクショタイムします。あ、ナルドさん、あのお風呂タワーもありがとうございました。じゃあスクショタイム。超レアじゃない？多分最初で最後じゃない？この衣装でショールームする。ということで、皆さん、お昼時間にありがとうございました。じゃあ、午後も頑張ってください。私もこの後も楽しみます。じゃあ、バイバーイ。ありがとうございました。